秋の味覚の代表といえばこちらさつまいもですよね。実は今日10月13日はさつまいものことを栗よりうまい十三里と呼ぶことからさつまいもの日になっているんです。今が旬のさつまいも、収穫体験から人気スイーツまでたっぷりと魅力を味わってきました。今日は秋の味覚さつまいもをゲットしに松山市北条にやってきました。大物ゲットします。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。やってきたのは農家の高橋正幸さんの畑。およそ15アールでさつまいもを育てていて、先月中旬から収穫が始まりました。とりあえずね、傷がつかんようにこのサイドの方、両サイドをこう取っていったらね。そう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 、もう出てきましたね。出てきたの。高橋さんの動きを参考に私も挑戦です。あ、2個もついてる。これゲットしたい。狙いを定め、いざ収穫。よいしょよいしょよいしょ、はい、はい、頑張れ頑張れ腰が入ってないな。どうしたらいいかなり大変な収穫作業、ね、高橋さんに手伝ってもらい、あ、ほとんどやってもらったけど、じゃ最後だけいいですか。よし、おー、すごい。これすごくないですか。2個も立派なのがついてて、おまけもありますけど、すごい。その後ももうこれで出てきた、ね、こいつ大きいよ。うわ、すごい。うわー、重いこれ大きいですね。どでかいの。次々と大物を掘り当てました。しかしこれでも例年より玉太りは悪く、収穫量も2割ほど少ないといいます。やっぱりね、雨が少ないけんちょっと太り悪いね。猛暑と豪雨があったでしょ、夏に。あれの影響で今度ちょっと病気が出たりね、いろいろと天候には勝てませんから。そうですよね夏の異常な暑さと雨が少なかった影響であまり大きくならなかったほか、逆に大雨の時には畑が浸水し病気になる芋もあり、収穫量が減少しました。それでも味の方は多分バッチリと思いますけどね。収穫したのは紅はるかとシルクスイート。その違いを食べ比べてみましょう。今日はですね、フライパンで簡単に焼き芋を作りたいと思います。はい、水で濡らしたキッチンペーパーでさつまいもを包み、さらにその上からアルミホイルを巻いて、フライパンに並べ蓋をして待つこと40分。では紅はるかから割ってみましょう。おお、おお、うん、ほっこほが、甘みがどんどん増していく気がします。あ、おいしそう。一方のシルクスイートは、うん、こちらは本当にしっとりとしていて口当たりが滑らかですね。うん、甘みもあっておいしいです。さつまいもは収穫してから冷暗所で2ヶ月ほど寝かすと甘みが増しておいしくなるそうです。続いてはお芋を使ったスイーツを味わいに行きたいと思います。こちらですね、楽しみです。やってきたのは松山市桑原の芋屋金次郎。揚げたての芋けんぴにスイートポテト。販売している商品には全てさつまいもが使われています。こちらは紫芋を使ったモンブラン。今年5月にリニューアルして中のクリームがよりたっぷりになりました。いただきます。うん、芋感すごいです。
中にカスタードクリームと芋クリームが入っているんですが、その相性が抜群です。そして上の芋ペーストは芋本来の甘みを感じて美味しいです。さらに今日からはさつまいもの日に合わせたフェアもスタート。お買い物していただいたお客様にこちらの片蜜チップを一つプレゼントしております。北海道の紅はるかというお芋を使って片面にだけ蜜をつけて素揚げの美味しさと蜜漬けの美味しさを楽しんでいただける商品となっております。この片蜜チップは来週19日までにお店で商品を購入した人全員にプレゼントされます。焼き芋にスイーツ、今が旬のさつまいもをさまざまな形で楽しんでみては。